即興一人芝居ラジオドラマミュージカル、マジシャンの日常。くまモン。熊本に仕事で行ったことがあります。これ本当の話なんですが、熊本に行くと本当にくまモン、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 くまモンだらけなんです。空港に行ってもくまモン、駅に行ってもくまモン、トイレに行ってもくまモン、ホテルに行ってもくまモン。そんなくまモンだらけの国、熊本に行って私はマジックを演じました。そしてその熊本でくまモン人気があまりにもすごすぎて大変だった、そんなお話。聞くところによれば、くまモンの使用料ってタダなんだって。だから熊本じゃなくても全国どこでも流し入れてる。だからくまモン人気に勝てるわけない。だって僕って全国区じゃないし。そんな熊本との戦いは水曜日に始まった。そして水曜から金曜までの寝番を僕はこんな風に過ごしました。そしてその初日水曜日、ホテルに行きました。やっぱりくまモンだらけです。ホテルの従業員の方もお客さんもみんなくまモンつけてやがる。そして蝶ネクタイがみんなこうくまモン柄なんですね。うわー、これは僕明日衣装どうしようかな。これ普通の衣装着てったらお客さんシーンとしちゃうかな。やっぱりくまモン着た方がいいんだろうか。くまモン着るってどういうことなんだろう。くまモン的なものを身につけた方がいいんだろうか。いっそ着ぐるみ着るか。いろんなことが頭の中を巡りました。でもいきなりそんなことするとな、やりたいマジックもうまくできない、できなくなるかもしれないしな。そこでホテルの人に相談しました。熊本の人ってどのくらいくまモンを愛してるんですか。するとホテルの人の顔つきが変わりました。お客様、その質問は愚問でございます。くまモンは熊本の魂、熊本イコールくまモン、熊本も音読みにするとくまホン、だからくまモンは熊本みたいなもの。そしてあなたはよそ者、まずはくまモン四箇条を知る必要がある。それからその後2時間にわたって四箇条の講義が始まりました。僕は途中で寝ながら、ありがとうございました。そうか、ホテルの従業員さんですらあんな暑いんだもんな。分かった、もうこうなったら思いっきりこびていこう。トランプの使うトランプは全部くまモントランプ、出すなんかパッと出てくる動物もウサギとかじゃなくてくまモン。そして語尾に全て門をつける。よし、これだ。こうして僕は水曜日が明け、木曜日の初めのステージに向かいました。行ってみるとそこには挑戦的な目をしたお客さんがたくさんいました。どんだけのも見せてくれる場合、場合じゃねえな、どんだけのも見せてくれると、東京から来たものがどんだけのも見せてくれると、熊本より楽しませてくれる、熊本の人ごめんなさいね、熊本どんだけのも楽しませてくれると、やばいなこれ、下手にこびない方がやっぱ良かったかな、自分らしく言った方がいいかな。すごい葛藤するんです。舞台袖で僕の手は油汗だらけ、どうしよう、なんだかもう道具がツル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 滑るよ。iPhone6 も滑る。もともと持ちにくいんだよね、あれちょっとね、サイズが大きくて、iPhone でちょっとこう大事な段取りが書いてあったのに、ツルツル、どうしよう。今まよ、こうなったらもう思い切って自分らしさを出すしかない、そう思って僕はバッとステージに飛び出ました。そしてタイマイがそこに持ってありました。タイマイ、タイマイが持ってありました。熊本なの。皆さんどうも、日向大輔です。最初に、ショーの前にそういうものを食べるのが熊本習わし。あ、そうですか、熊本なのにタイ。あ、そうですか、いただきます。あ、美味しい。あ、そうか、もてなしなんですね。そうですか、どうしよう、
ここまでしないと。いやもう怠慢に匹敵する芸を見せないといけないもんな。ごちそうさまでした。そして音楽が始まりました。ああ一応クマモンをここに忍ばせてパッと出せるように用意はしてきたんです。行くか。やってみるしかない。うまくいったらボーナス倍増だ。一か八か。さらにハンカチを広げてバサッ。クマモンだもん。シーン。静寂が4秒訪れた後にフェードインして拍手が起きました。やっていいんですよ。うわあ、よかった。受け入れられた。受け入れられた。そこまでは良かったんですが、その安心のあまり僕はその時点でそっと押し倒れ、その後のステージを務めることができませんでした。あー、クマモン、せっかくうまくいったと思ったのにも。あ、素でも言えるようになった。そうか、これが地元の飯を食って、地元の怠慢だったけど、地元の飯を食って地元で暮らすってことなのね。ちょっとだけ熊本弁もなんとなくできてきた気がするとよ。おう、そうかそうか。その場所の水に合わねばと先輩の芸人が言っていた。どこに行っても自分らしさを残しつつその土地の感じに合わせる。人気者のくまモンはとっても大変だったけど、これで僕は一つ強くなれた気がする。だからこれからはどんなゆるキャラでもこっからパッと出しますからね。カラーノート。